第一次大学生、第一次大学生、第一次大学生、ファーストグレートウェイコニングは、七百三十年代から七百四十年代にかけて、アメリカのニューイングランドを中心に北東部で起こった宗教再生運動、宗教復興運動、リバイバルとも、当時は単に大学生、グレート、ウェイコニングとだけ呼ばれたが、後代にも同様の現象が起こったため、 第一次として分けられる。これらを総称して大覚醒と呼ぶが、文脈上はこの第一次のみを指して大覚醒と呼ぶ場合もある。第一次と呼称されるように一過性の運動ではなく、その後も同様の運動が起き、現代にも見られる様々な教派の並立や、クリスチャンラジオやテレビ伝道士といったキリスト教のメディア展開がアメリカ特有の宗教を動体。 社会制度や文化への影響を基礎づけたものとして知られる。1737年にイエール大学の首席卒業者で、改修派協会の聖職者であり、進学者でもあるジョナサン・エドワーズが、1734年からニューイングランドにおいて見られた急速な信仰心の、紅葉という社会現象をロンドンに報告したのが、一つの始まりとされる。 誠実な報告七百三十七年。例えばエドワーズは、当時自身が受け持っていた、現在のマサチューセッツ州のノーサンプトンの町で、火器のことが起こり、周辺の町にも、急速に広がっていったという。これらの担い手は、今日には、名も残っていない素人伝道者らの説教だったと考えられているが、この後、百四十一年に、エドワーズ自身も、その説教、 怒れる神の手の中にある罪人、シナーシン・ザ・ハンス・オブ・アン・アングリー・ゴッドによって、さらに大きな信仰復興の波を起こすこととなる。またすでに大説教家と知られていた、イギリスのメソジスト派の伝道者、ジョージ・ホイット・フィールド、1739年に、ニューイングランドを再放して一年かけて、植民地中を説教して回り、その後も何度も、 アメリカを訪問して引き続き民衆の信仰心に火をつけ、エドワーズと共に第一次代覚醒の主要な担い手として知られる。彼らの説教は従来のものと異なり、身振り手振りを交え、平易な言葉で語られ、非常に感情的であった。新しい説教のスタイルは、それゆえにアメリカでの宗教の熱をよみがえらせた。参加者らは知的な談話を受け身で聞くよりも、 情熱的に彼らの宗教に関わるようになった。リバイバル賛成派の牧師たちは、一般的にニューライト、ニューライツと呼ばれ、一方で、リバイバルに反対し、理知的に静かな説教をしていた伝道者たちは、オールドライト、オールドライツと表現された。この分裂は二つの神学的流れを生んだ。会心運動に影響された人々は、家で聖書を研究し始めた。 これは事実上、宗教的な方法で公衆に知らせる手段を分散させ、宗教改革時のヨーロッパでの個人主義的傾向と同様のことであった。第一次大覚醒は公共の場での介護を含む決定的な行動で個人的な罪と救済の必要性を改修に納得させることを目指した強力な説教から生じた。大覚醒は人々を 彼ら自身のやり方で神を経験するように導いた。ニューイングランドを中心とするアメリカ初期移民で厳格なキリスト教観を持つ信教との社会においては、ことさらに宗教と社会の結びつきが強く重要なものであった。強固な万人祭祀や聖書のみの考えによって、一般信徒にも神学的な聖書理解が推奨される社会においては、日曜礼拝が重要だった。 例えば1629年に植民が始まったマサチューセッツ湾植民地では1636年にはアメリカ最古の大学と知られるハーバード大学の設立が決定されているがこれは現代に知られる学問の府教育機関という目的よりも牧師の養成機関また牧師にならずとも高度な聖書理解ができるための 基礎教養を学ぶ場という役割が重視されたものである。ハーバードに限らず、当時のアメリカで設立された大学機関には、牧師の養成機関という役が期待されていた。それほど牧師という職種が重視されたのも、一般信徒へ聖書の内容を教え解く存在として必要だったためである。こうした背景を持つ日曜礼拝は、牧師が説教によって大衆に、 高度な聖書理解を指導する場であって、それは大衆から見れば高度な聖書理解を行うための知性が要求される場であった。こうした場における説教というのは、端的に言えば退屈な事柄であり、決して聞き手を熱狂させるような要素はなかった。また、この植民地社会で重要だったのが改心であった。カトリックなど、伝統的なキリスト教においては、洗礼、 幼児洗礼において、キリスト教に入信したとみなされたが、新教と、や、福音主義においては、あくまで形式的なものとされ、成人してからの洗礼、改心を重視した。この改心の認定は、教会において、共同体の代表者らを前に報告、信仰の告白し、彼らが判断するという形式をとった。宗教との結びつきが強い社会において、改心を認められるということは、 社会、共同体に認められることと同義であり、すなわち、植民地社会において、改新を認められることは切実な問題の一つであった。時代が下がって18世紀に入ると、世代交代や多文化圏の移民による爆発的な人口像が起こり、新京都たちが構築した社会に、ほころびが出てくる。例えば、同じキリスト教圏からの移民といえど、信仰心の厚さは、 不揃いであり、単に信仰心が薄いだけではなく、仮に信仰心があっても、信教徒たちのことさらに厳格な宗教観にはついていけず、信仰心を何によって証明するかに祖母が出た。また、従来の信教徒たちにおいても、自分の子供たちも問題なく、改心を共同体に認められるかの不安は常につきまとったし、新世代から見れば、自分の内面の事柄である、改心。 申請の体験が外部に正しく判断され、認めてもらえるかという不安が付きまとった。一方で、牧師たちも、ほぼ義務的に日曜礼拝にやってくる信者たちの信仰に対する熱の冷たさに悩みがあった。このような社会情勢の中で大覚醒と呼ばれる一連のムーブメントが発生したのであった。 第一時代覚醒の主役となるのが、ジョナサン・エドワーズやジョージ・ホイット・フィールドといった牧師、伝道者たちであった。ホイット・フィールドに代表される当時の伝道活動は、進学論に基づく高度な説教を排して、進学の素養がないものでも分かりやすく平易な説教を行った。彼らの説教は、それまでの説教において必須であった神学的な厳密性には乏しくとも、 聴衆を熱狂をさせ、自覚的な改心を与えることで支持を高めた。例えば、エドワーズの有名な説教、怒れる神のお手の中にある罪人は、聞き手の心情に訴えかけるという点で、それまでの知的だが退屈な説教とは一線を画した。この説教を聞いた聴衆は、改心が認められない、不安感や恐怖心から泣き叫んだり、激しい痙攣を起こし、 こうした情動をもって自覚的な会心の証とした。彼らの説教は、単純に内容がわかりやすいだけではなく、純粋に演説としても優れていた。エドワーズの説教は、厳粛で、独自で慎重な発音、ゆっくりとしたリズムであったと言われ、聴衆を魅了した。対するホイットフィールドは、より劇場的な声振りで、聴衆の感情を揺さぶった。また、 口述するように旧来の牧師たちから批判を受けた。彼らは一般的な説教の場であった教会から締め出されたために広場などを主要な説教の場とした。地には教会での説教よりもはるかに多い聴衆を前にして広場全体に響き渡る声量を持って説教を行い集団的な改心を引き起こした。もう一つ重要なことは改心を 重要視する伝統的なプロテスタントにあっても改心は生涯に一度しかないという立場を崩した点が挙げられる。彼らの説教によって自覚的な改心を得たのは未だに改心が認められていないものだけではなく、すでに公的に改心が認められているものでさえ、再度自覚的に改心を認識させた。このように、第一次が主に相手にしたのは、すでに教会に所属していた信徒であり、 個人に信仰の熱を取り戻させたという点にもリバイバルが果たした功績がある。信者たちの信仰への熱の低さに危機感を抱いていた牧師たちは、当初はむしろ積極的に伝道者たちを迎え入れ、自身の教会で説教させていた面もあったが、後に態度を改め、激しく批判したり、教会や町からの締め出しを行うようになっていく。 批判者の論子は明快であり、大覚醒に伴う伝道者たちの説教には神学に基づく厳密性がなく、ただの先導であり、自覚的な改心とされる者には一時的な感情の高ぶりに過ぎず、何も宗教的意義はないとする。戦術の通り、伝統的なプロテスタントにあって、説教とは高度な聖書理解を一般信徒に教授する学識の場であって、 神学論に基づかない論説をはじめ、神徒を論理ではなく感情で解き伏すのは論外であった。また、改心とは、教会や共同体が報告を受けて審査し、認めるものであって、信徒個人の捉え方によって認められうるようなものでも、中し、まして改心を二度以上経験するというのは、改心という概念そのものに対する考え方が、大きく異なることを示していた。何度も改心する。 悔い改めるということは、厳格な立場から見れば、少なくとも、以前のそれは虚偽か錯覚だったということになるし、それを見抜けなかった牧師の能力への疑問にもつながる。これに対して、復興運動者たちは、そもそもイエス・キリストが、形式主義的なパリーサイ人を非難したことを引き合いに出し、信仰に高度な神学の知識が必要とする立場を否定する。むしろ素朴な信仰こそが、 本物の信仰であると断じ、さらに一般大衆からの支持を得た。当時の社会を一通り信仰熱が一巡したことや、旧来の宗教指導者層である批判者たちによって、説教する場そのものを奪われたことも手伝い、やがて運動は下火となっていく。しかし、巡回伝導士たちは、ニューイングランドより、外の西部や南部の開拓地を新たな信仰復興の場として、見出し、 精力的に活動したことで、第一次によって確立した、アメリカ特有の福音主義は当時、アメリカ開拓地全体に広がっていった、開拓地域への伝道は、旧来の牧師たちも取り組んでいたが、特に学校もなく、いわゆる荒くれ者の多い土地柄においては、やはり平易な言葉を用いる伝道者たちが、影響力を強めた。また、この南部への不況に関しては、 奴隷として連れて来られた黒人も対象になったことに特徴があり、例えばサミュエル・デイビスは黒人奴隷を相手に説教を行った。また、この頃に南部で最初のパップテストの黒人協会が建てられたりした。その後、アメリカ独立戦争を経た1790年前後から第二次大覚醒が起こることとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。